こんにちは、シーザーシーの下村です。田原です。はい、今日はですね、これらと違う画角からちょっとお送りいたしております。はい。シーザーシー、普段からご愛顧いただいている方、ご存知の方、これを見たら分かる方多いかと思うんですけど、イタリアの中途なんとか、V でいうですね、届きまして、今期から、シーザーシーでも取り扱いがスタートいたしました。はい。はい、VD もですね、代理店も変わりまして、数年前に、その関係で結構やっぱモードなイメージが強かったんですけど、ここ最近だと結構カジュアルな、セレクトされてるお店さんとかに置かれるようになってですね、もっとこう、なんですかね、普段にも落とし込みやすいイメージもだいぶついたのかなっていう感じがします。そもそもそれぐらいね、普通のクオリティ、あと風格っていうところでも、そのモードだけに、よらず、本当多くのファッションスタイルに、馴染ませると、非常にかっこいい靴であったのが間違いないんですけども、そんな中で、シーザーシーでも、一つこう、提案したい足元のスタイルの中にグリーディーがありまして、今回取引を開始いたしました。はい。はい。で、今回伝えたいこととしては、大きいのは二つ。まず一つですね、非常にこう高価な、靴ではあるので、オンラインに関してはですね、サイズ交換のサービスは承ろうと思っております。はい。はい、これとグイディとですね、クイルブバイトリッカーズ、この辺もやっぱり修正10万円と超えてくるものにはなるんで、こちらもサイズ交換可能で対応できればなと思っております。はい、ただもうその前後のサイズが完売だった場合はもうちょっとそういう交換対応が承れないっていうことだけご了承ください。ちょっと商品ページにですね、詳細は記載してますので、よければ一応そちらもご確認いただければと思います。はい。はい、でこれが最後一番重要なポイントなんですけど、今回伝えたかった。なんとシーザーシー。はい。どうぞ。これですこれ。45。はい。までやってます。はいはい。45までやってますって言って、マジってなる人、何いんのか。僕はね、グイディ欲しくても足が、最前回どこもやった時、でかくても43までしかやってないところ多かったんで、買えなかったんですよね。うん、今回45まで入れたということで、なんと子供履けるサイズが手に入った。意外とこういう悩み持ってる人少なくはない気がし、ちょっと足がでかくてこう縁がなかったという人に関してはぜひこの機会に検討していただければと思います。はい、はい、それが一番伝えたかったことでございます、はい、発売はちょっと先ですか。一応土曜日今週のなので今日動画撮影してるのは何日ですか。今日は水曜日ですね。水曜日ですね。なので今週の土曜日発売しようと思っております。はい、はい、このマウンテンブーツはね、表と裏で作ってるんですけど、この形自体はなかなか結構セレクトしてるところも少ないと思うので、気になっている方いらっしゃいましたらぜひ試してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じで終わって大丈夫ですか。またでも改めてしますか。そうだ、商品紹介は。そうだ、ね、はい、はい、速報ということで、はい、始めますよっていうところで、今回は締めたいと思います。はい、じゃあ本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。